こんばんは。電波悪いかな。電波最近悪すぎる。ハロウィン終わっちゃいますね。今いいですか？あれ？じゃあ私だけ悪いのかな。急遽始めたからかな。かわいい、ありがとう。あ、うん、ちょっと電波悪いかも。もういいか。ハロウィンコス何かした？ハロウィンコスはね、魔女をしました。はい。あ、妄想メール面白かったですか？モバメね、ありがとうございます。なんか深夜に作った小説だからちょっと頭おかしいかも。前髪が終わってる。前髪伸びたね。伸びたかな。伸びたのかな。よいしょ。うん。伸びた感じする。よいしょ。かわいい。くるみちゃんもかわいい。でもなんだかんだやっぱマイメロかな。うん。よいしょよいしょ。マイメロかわいい。髪の毛ね、巻いてたんだけどね、朝オンラインだったから巻いてたんですけど、なんかもともとストレート味が強くて、でオイルつけるとさらにもうストレートになっちゃった。巻いてたんですよね。巻いてたんですよ。あれ、巻きはどこへ。巻きはどこへ行ってしまったのか。フォロワーさんが話してきて喜んでたけど、フォロワーさん？ハロウィンっぽいことしましたか？ハロウィンっぽいことはしてないんですね。あ、さっきショールームで
カチューシャつけたくらいで、あ、お菓子もらえたね。でもそう、唯一それがハロウィンっぽいことかも。後輩にお菓子いりますかって言われてお菓子もらいました。可愛くない？お菓子もらいました。ゆいちゃん、マジ画面越しでもリアルテッチです。可愛すぎる。眠いのかな、あくびしとるけど。ミクって理由関係なく好きです。理由関係なく好きなのか。理由ないの？好きな理由ないんですか？ミクはありますよ。くまモンの仮装してくまモンやりたい。うん、今日お菓子食べ過ぎた汗。かわいい。お菓子食べ過ぎた。みーも今日食べ過ぎた。いっぱい食べたから明日から控えないといけない。好きに理由はいらんやろ、だって。おお、なんかすごい、確かにその通りですね。でも好きって言われてどこが好きって応援してくれるんですかって聞いた時に、なんか理由なく好きって言われたら不安になっちゃうよ。どこが好きなんかわからないから不安になりませんか？好きなくなったら何もなくなっちゃう。ね。不安になりますよ。あ、全てが好きは嬉しいですね。はい、ありがとうございます。不安になっちゃうとこが可愛い。あ、ちょっとあのね、ムカつく。はい。今日ミクインが可愛すぎる。ボム追加注文しました。お、ありがとうございます。嬉しいな。今日はこのまま寝るの。今日はやることが多くてなんかいろいろやらなきゃいけない。二十歳になってからあのね、大変。健康保険、年金、税金、お家の家賃やらいろいろやら、あのね、現実的になっちゃうけどお金が大変。いろいろ払ったりしなきゃいけないから口座もいろいろやったりとかするから、そのことを今、まあ、寝る前に今からパッパッパッとやらなきゃいけないからやって、お風呂入って寝るね。ちょっとやることが多い。仕事でさえ忙しいのにちょっと一気にやることが増えちゃうから今ね、頭がパンクしそう。確定申告も大変そうですし、確定申告は皆さんそれぞれ税理士さんつけたりいろいろやると思うんですけど大変ですよね。あのね、大変。すごく大変。頭がいっぱいいっぱいになっちゃうね。うん、そうだから今プライベートの時間は作りたくても作れないですね。ちょっと一回自分のもろもろそういうのを済ませてからじゃないとできないね。うん、あとはお金のことは自分でいろいろやらないと危ないからそれも大変ですね。そうだから、この今日は寝れない、今日は頑張るんだ。うん、いつもファンのためにありがとう。いつも来てくれてありがとう。本当にありがとう。支えられてます、本当に。10月は
毎日配信できてたんですけど、後半11月はちょっと様子見なので楽しみましょうね。はい、あと選挙、今日皆さん選挙行きましたか？選挙ね、今日が最後の投票だったので。そうなんですよ、やっぱね、日本はこう選挙にあまり関心がないから、海外とかが 90% とかだとしたら日本は 30% とかだから、私たち若い世代がね、めっちゃ語る、頑張っていかないといけないのよ。違う話しようかな。なんかね、じゃあ現実味あふれるさショールームになっちゃった。私ね、今ね、このルーム一人なんだよね。ルーム一人なの。バグっとうのか、携帯が重すぎるんか、ちゃんと配信できてることが不思議で、あのね、今一人なんですよ。そう。なんかいつもここに壇上とかにいるんですけど、コメントしか見れてないから、なんでですかね、ちょっとなんでだろう。まあでもコメントは読めてるから全然いいんですけど、うん、ショールもあるあるなの、不具合ですかね。私の問題だと思うけど、今日電波悪いですもん。私のショールーム、私のショールームっていうか、ショールームさんはきっと悪くないんですよ。私の電波が悪いんですよね、きっと。今日止まったりついたりでちょっとあれだった。更新の仕方が分かんないんですよね、更新の仕方。でもまあコメント読めてるから別にいいんだ。うん、そう、ミクリンが悪い。私は悪くない。私も悪くないし、ショールームも悪くないんだ。まあ、電波が悪いです、電波ですね、はい。みくりのせいだみたいな、なんかその人いるよね。怖いわ、怖い。なんかこのルーム治安悪、怖いわ。全部みくりんが悪いんだ、だって怖い。そんなこと言われるんだ、生きてるって怖い。そんなこと言われ、怖い。うん、セブンイレブンってなんて略して呼びますかって、サブン、セブンってセブイレ、セブンですね、セブン、このセブイレってなんかかっこいいね、なんかすごいね、セブイレ講座みたいな、かっこいいね。イレブンやろ、だって携帯の機種イレブン携帯の機種かな、セブンでしょ。あれはモスバーガーは、ミクね、モスって言います。あんまモス食べないんですけど、モスバーとかさ言う人いるでしょ。モスって言います、私。モス、あ、断然モスが多いですね。もはや何でもない、モスでしょ。もうモバはやばい。スーもちゃうやつや。うん、何のコスプレしてない、ごめんな。モスでバイトしてた。そうなんだ。安部さん、今日おとといか、あ、来てくださりましたよね、お話し会。あ、え、モスでさバイト、どういうね、なんか感じなんだ。モスバってユニバみたい。大体似てるね。うん、大体似てるかな。うん。今日秋葉のモスで食べたよ、だって。おいね。マックが多いかな。お話し会行きましたって。覚えてるよ。博多のモスバに入ってるの嬉しい。おえい。タワー来たの。もう見えてないのでは。え、来たの？あ、ほんとだ、見えてなかった。優しい、ありがとう、教えてくれて。怖い、もうやや。鉱石さんが抜けてくださった。ランキング自体見えてないからね。鉱石さん、ありがとうございます。
ありがとう、嬉しいよ、ありがとね。今日も申し訳ないから、もうタワーいいですよ、大丈夫ですよ、マジで長く配信できないし申し訳ない。ありがとうございます、功績さん、もう本当にありがとうございます。そんなもうお高いタワー投げてくださって感謝感激、嬉しまる、本当に嬉しいですよ、ありがとうございます。あ、一回照明にするってこと、こうしてこうってことね。あ、ダメですよ、無理ですよ、意味はないですね、意味なかったです。今月もお疲れ様、今日はごじらないように可愛い、今月もありがとう、だってこちらこそ、こちらこそですよ、本当にありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそですよ、本当にもうありがとうございます。こんな田中に私にねこう投げてくださるっていう、このまったりとした配信で、相当好きじゃないですか私のこと、相当好きでしょ私のことね、はあ、すごい、私も好きだから、いや嬉しい、ありがとうございます。私もまあ皆さんのこと、まあ、あなたのこと相当好きだから、こう毎日配信続けれてますしって思いですね、って思いに慣れちゃいました。いやーね、照れとる、かわいい、みくりのことが好きすぎるけど、みくりんからしたらどうかな、だってどういうこと私からしたら嬉しい、私も大好きだよ、ニヤニヤしちゃう、かわいい、意外に慣れって怖いよ、だってそうですよね、慣れって怖いですよね、毎日ほぼ配信してたから、急にあんまり配信しなくなったら、なんかそれでも配信してる方だとしても物足りなく感じてしまったりするよね、慣れって怖いですよね、うん、確かに慣れって怖い、まあでもすぐまた慣れますよ、うん、昨日会ってからずっとニヤニヤしてる、それも好きやん、相当好きやん、嬉しい、楽しかったね昨日、なんか寂しくなりますよね、こうなんて言うんだろう、やっぱ会うと寂しくなっちゃいませんか、あ、一回会ったらね、こう配信とかで来てくださってても寂しくなりますよね、わかります、寂しいです、泣いちゃうの、田中てんてん、ずっとてんてん、田中ずっと田中てんてんにしてくれとるやん、ずっと名前そのままにしてくれてて嬉しい、 すぐ戻さないところ好感が持てます、ありがとうございます。あさって公演、週末宗像フェス、その次大任町、その後武道館、周年タラン、そうですよね、今多分皆様きっとやばいんじゃないでしょうかアイドルがこれすな誰も突っ込んでくれんから自分で突っ込んじゃった、確かに武道館結構高いですものね、で大任町もわりかし高いので、まあでも武道館も音町もまあ高いんですけれども、それぐらいの価値があるって思うと思うよ、特に音町は、なんか本当にすごい、ほぼ一日私と一緒にいるから、ちょうどいいんじゃないかな、神企画ですよ、神企画、神様の神の方でね、神企画です、
確かに。でそこから、10周年のもありますし、で年末年始はきっとまた忙しくファンの皆様なるんじゃないかなって思うから、確かにこの秋から冬のこの時期はイベントとかも多すぎてファンさんは大変そうな中投げてくださってありがとうございます。そんな中こうね、もう息抜きにしてください。私の配信はこうなんか何かギフトを投げようって思わなくていいんですよ。あのまあでももちろんその投げてくださることめちゃくちゃ嬉しいし大好きなんですけど、あのちょっと今多分大変な時期だと思いますので息抜きで使ってください。投げたくなります。ああそれはやばい、配信しない方がいいかな息抜き用の一応ショールームなんですけど配信しない方がいいかなみくりんも大変だし、だって優しい。うん、優しすぎて可愛すぎてやばいです、倒れそうです。じゃあ倒れてください今すぐ倒れてください、私が救いに行きます、助けに行くんで、はい、スタバ伸びない、スタバ生活しようかなもう、うん、なんか今日大人っぽい、大人っぽい、なんでだーん、なんでだー、それはなんでだもうメイクほぼ落ちた、落ちました。ちょっとしっかりメイクを最近していないので、最近はね楽チンメイクばっかりなんですよね。倒れてくださいは草通り越した花初めて聞いた。いや私あの知らなかったです、その大草原とか WWW みたいなのとかマンジとか知らなかったから、なんかファンの方に全部教えてもらって知ってたんですけど、私が使うのをあまり好まないですよね。それはみんなが使ってるのを使って教えてくれるのに、私がそういうの使ったらみんななんかミクリンは使わないでほしいとか言うよね。そのちょっとどれが使っていいのでどれが使っちゃダメなのか分かんないね、え全部ダメです。あ全部ダメなんだ、全部ダメなんだあわかりました、はい全部ダメなんだ。うーん、語尾にんごってつけてほしい。んごなんとかんごりんご、へえ、かわいいんごかわいいんごってかわいいね、へえ面白い、誰が考えるんですかそれ、すごい。みくんごみくりんご、へえすごい、誰がみくもなんかそういうの作りたいな、うん、作りたいな。すごい、コメント拾ってくれてありがとう。んごだって可愛すぎ、可愛い、なんかフラミンゴちょっとなんか大喜利みたいになっとるけど違うよ違うよ、真っ暗になったぞ、だってあ怖いよそのコメント怖いよ、嘘じゃん。多分みんながコメント一斉にしたら消える気がする。え僕だけ、だって多分君だけ、
なってないって、みんな一回出ても一回入ったら、ちょっとハロウィンだからかな、賑やかになっとるんじゃないかな、君だけに。あ、ちゅちゅちゅ、うん、ハロウィンね、人が多いから、すみません、更新したら戻りました。よかったです。ハロウィン賑やかでいいですね。外出るのが怖くて、私は外にあまり出たくないです。コンビニ行くのも嫌です。怖いです、人に会うのが怖いです。タワーが来たみたいです。誰た、綺麗だ、木ですね、これターボーさんだ。お久しぶりです、ありがとうございます。ターボーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。怖がりやんだって。いや、話しかけられるじゃないですか、いろんな人に。それが苦手です。なんか無視するのも失礼かなって思っちゃうんですけど、あれは無視するのがいいんですよね。ごめんなさいって言っちゃうんだ、すいませんって。でなんかこういうことやるとなんか余計に話しかけてくるじゃん、どうすればいいか分かんない。無視すると私の心が傷つく、だからいや外歩きたくない。ターボーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。コメントを探したい。ずっと睨んでたら睨むとかできない。歩けないだから。ターボーさんのコメントを探しとるんやけど、書いてるかな、ちょっとね、コメント、あ、え、見逃しちゃったかな。今日も可愛いって書いてた、だって。あ、ありがとうございます。あ、今日もか、仮装しなくても可愛いねだって、ありがとうございます。仮装してほしかった、大丈夫。ありがとうございます。そのままだけど、ありがとう、ありがとうございます。11月の抱負をどうぞ。待って、11月3日ラブ FM 生放送ですか。生放送、生放送です、ラジオですよね、生放送です、はい、です。県警のお仕事のやつでしょな、はい、その日させていただきます、確かそうです。11月の抱負、お仕事の抱負、美意識高くする。プライベートの抱負はお金マジで貯める、貯金、お金を使うよりも貯金額の方を多くする、マジのやつ。はい、です。貯金は大事ですね、リアルです、ガチのやつで。お金は貯めといて損はないからね、そうそうそう、そうですよ。
イドルらしくない答え。ちゃんのアイドル、ちょっとそうですね、ごめんなさい、はい、すいません、そうですね、そんな感じ。ミククでやり直しどうぞ。プライベートの抱負は、いちごをたくさん食べる。あれ、待って、いちご季節じゃないかな。待ってください。そうですね、プライベートの抱負は、あれですよね、プライベートの抱負はデザートをいっぱい食べろ。みたいな感じですね。やっぱ甘いもの大好きだからね。そうそうそう、はい、逆にいくら使っているの。だって、あ、私ですか。私ね、物欲も何もないので、仕事以外で使うとか以外はほぼお金使わないですね。ご飯とかもコンビニとかで済ましちゃうし、メンバーとかと行く時ぐらいしか使わないですね。今何に使ってるかって言われたら、もうそういう健康保険とかそういうもので全部取って、あとはもう怖いからなかなか手を出せないですね、お金に。半分ぐらい飛んでいっちゃうから。怖くてもう手をプライベートで手をつけれません。なんかとりあえずとことん貯めときたいな。自炊はしないの。だって自炊はする時間もないし、自炊の方がお金かかっちゃうからしないです。自炊はね、意外とお金かかるんですよ。自炊したことある方はね、わかると思うんですけど、コンビニでパパッとの方が意外と安いんだよね。あ、わかってくれます？そう、自炊って意外とお金高い、かかるんですよ。そう、一人だと特に。そうなんですよね、分かってくれる方いて本当に嬉しい。誰かが、家族がいてとか、誰かがいての自炊ならまだいいんですけど、一人の自炊ってお金かかるんですよ。知ってましたか？自炊してる方は分かるんですよ。そうだから、なんかコンビニとかの方が美味しい、なんか安く買えますよね。そのなんていうんだろう、チンするだけだったりとかするし、安いし楽チンだから、コスパもいいし、だからいつもコンビニになっちゃうのよね。そうなんですよ。あー、もう大好きです。分かってくれる人いて本当に嬉しいです。本当に、なんかよく言われるんですよ、自炊もう最近しないねとか、自炊しないのって言われるんですけど、まあ、仕事も忙しいし、自炊する時間がないし、暇もないし、自炊って意外とお金がかかっちゃうから、なんかその本当にプライベート感覚で、あ、今日こうアサイボール作りたいなとか、今日なんかこういうご飯作りたいなとか、お家でこうそういうのしときたいなって思わないと動けないというか、そうなんですよ。ちょっと嬉しい、分かってくれてる人いて。いや、もう本当にね、もう共感者、みんな結構みんな共感してくれてて嬉しかった。そうなんですよ。まあでも楽しいです、料理するのは。すごく、でも心に余裕がある時とか、お金に余裕がある時とか、なんかそう、なんかそのそういう時じゃないとご飯に出ちゃうから。そう、今日あんまり美味しくないなっていう時は、ちょっと心の余裕がない時、時間と心の余裕がない時ですね。コンビニで何食べます？セブンイレブンが多いんですけど、豚汁とか、あとはほぼサラダチキンとかプロテインとかが多いかな。あとはなんかもうお仕事でお弁当とか出されるから、お仕事とかが多いかな、が多いです。あとはもうメンバーと食べに行ったりとか。アスリートやんだって。すぐ体型に出ちゃうけん。そう、お弁当何が好き？お弁当ね、あれが好き、あれが好き、忘れた。
なんだっけ、なんかね、なんだったっけな、なんか2つくらい好きなのがある、お弁当でも忘れた忘れました、すいません。あ、そう、オーベルジーヌのカレーです。オーベルジーヌのカレーが美味しいです。バターとかぼちゃもついとって、それが好きです。あともう一つね、忘れた、なんだっけ、なんかね、魚のやつ、とか、あと唐揚げのやつ、忘れた。でもオーベルジーヌは結構好きで、撮影とかでカレーが食べたいなって時はもうオーベルジーヌ、オーベルジーヌのカレーが一番美味しい、本当に。ね、その甘口の牛の、バターあるやつが美味しいです、が美味しいです。あー、みー甘口ですね、カレー、なんか美味しい、甘口かな、まだね、今年コンビニのおでんは食べてないです。肉まんばかりになっちゃう、おでん食べてない。でもおべんおでん美味しいよね、わかるよ、おでんの大根いいよねおべん、ちょっと噛んじゃった。肉まん、肉まんですね、はい、おべんはちょっとおべん噛んじゃった、ちょ、弁当とおでん混ざってしまった、うん、発音聞きづらい、どこのカレーだって、オーベルジーヌ、ピザマンが食べたい、ピザマン美味しいけど人気でなんかどこもあんまない、東京にもありますよ、ありますか、あのピザマン美味しいですね、もつ鍋食べたい、福岡だけなのか、一時期、ま、前なんですけどセブンイレブンにもつ鍋売ってありました、すごくないですか、それがめちゃめちゃ好きで一時期めっちゃ食べてましたね、東京ある、あ、本当？いいね東京舐めないでくれる、ごめんごめんごめん舐めてるつもりはなかった、ごめんごめん、でもどっちかがなんかタレがついてないんですよ、どっちか、なんか福岡か東京かどっちかがなんかカレーじゃない、もう、いやいや、タレとからしがついてない、東京だったっけな、多分東京がついてないのよ、そう、福岡はねついてるんですよね、タレとか、タレとカレーじゃない、もう、いやだ、からしがちょっとやった、あ、頭回ってない、もうタレとか言うしカレーとか言うし、もう、いやいや、551の豚まん食べたことありますね、握手会の時とかよく食べてましたね、定番ですよ、大阪で握手会して帰る時みんなで551買って帰るとか、551の豚まんが一番美味しい、本当に最初あんま好きじゃなかったんですよ、でもなんか食べたらどんどん癖になっていって、生地美味しいみたいな、そう、甘くて美味しいよね、好きです、好きです、冬とかに食べたいのよね、肉まんとかって、そうなんですよ、たこ焼きも好きだって、うーん、普通です、たこ焼き、お好み焼き、お好み焼きとかの方が好きかも、うーん、でも別屋台やってたこ焼き買ったりせんな、ディップの色これです、普段用、なんかオイルっぽいの入ってるからその乾燥するのが嫌で使ってるんですよ、色も好きだけど、なんかオイルっぽいの入ってるからなんかこうずっとプルプルできるっていう、乾燥、なんか皮むけちゃうんですよね、よく、色も可愛いしいいですね、プルプルしちゃうから。コンビニのどこのお茶が好き？最近お茶を飲まなくなった、水とかになった、最近ね、お茶、めちゃめちゃ前はねお茶しか買ったんだったので、お茶ねあんまり、でもジャスミン茶が好きなんで、ジャスミンティーが好きです、お茶、爽健美茶かな、うん、
珍しい、変わってきてるどんどん、うん、口紅につけると味変わるか。これねバラの香りかな、するんですよね、バラっぽい香りがします。お口からフーってやったらもうバラ、口がバラ、ノンカフェインですね。ソーケンビ茶、そうソーケンビ茶が好きです。うん、炭酸水は飲まない、炭酸水も好き、昔は飲めなかったんですけど炭酸水全然美味しいですね今。でもなんか日によって飲める日と飲めない日がある、うん、口バラ、そう口バラ、炭酸水にレモン絞ると美味しい。あ、そうなんですか。炭酸水って酸っぱいイメージあるから、さらに酸っぱくなりそう。炭酸ジュースも好き。うーん、ジンジャーエールくらいしか飲まないかも。炭酸コーラとかあんま好きじゃない、もう飲まないですね随分と。コーラとかオレンジジュースのソーダとか飲まないかも。唯一ジンジャーエールくらい甘口の、うん、よくいしょ、うん、ドリンクバーとか頼む、ドリンクバーとかも頼まなくなって、もうお水とかばっかり。目大丈夫、目ね2時間おきぐらいに目薬してるんですけど、なんか腫れてきそうな感じするけど、もしこれでどんどん腫れてきたら眼帯します。しばし眼帯をさせてください悪化したら痛いくなっちゃうから、なんか洗顔がいいらしくて、ちょっと病院の先生にね聞いて、洗顔はね怖がらずやろうということでやっていいみたいです。はい、眼帯したらこう気に、ちょっとハレリンって呼んどってください、はい、ちょっとランキング読みます。10位はまさやさん、12位かえほけまん、11位はるみさん、10位やすべえさん、きみーさん、8位まっちさん、7位バナータさん、6位かずさん、5位ピースのおっさん、4位しげぴーさん、3位マックス2位こうせきさん、1位ターボさん、ありがとうございました。しばしもあまり配信すること少なくなっちゃうかもしれないんですけれども、毎日配信してたので、はい、でもまたやれるときいっぱいやります。すぐやる。ショールーム一日おきでも、もう毎日でも楽しいからいっぱいやります。ということでありがとうございました。バイバイ、さようなら。